ハーバード大学の経営外学院である。最も伝統的なビジネススクールの一つであり、ビジネスウィークの2016年のランキングでは、全米で第1位、QS ワールドユニバーシティランキングスでは、世界第1位、ファイナンシェルタイムズでは、世界第4位に選ばれている。M7 の参加校。学位、MBA、マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション。 日本語学異名経営学修士、ハーバードビジネススクールは、マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション略称、MBA、経営学修士プログラムを1908年に設立した。MBA を習得するため、世界各国から、ハーバードビジネススクールに学生が集まってくる。ハーバードビジネススクールは、特に、ケースメソッド方式、事例研究法を授業スタイルとして採用ることで、 有名である。ケースメソッド方式は、ハーバードロースクールにおいて、元来、開発され、それをビジネススクールに応用した。学生は、事前に、ビジネスの状況が描かれたケースを分析した上で、対話中心の授業に臨む。学内は、ハーバード大学のメインキャンパスから、チャールズ川を挟んだ向こう側である、ボストン市、オールストンにある、ケネディスクールと向かい合わせである。 日本人留学生数は、日本経済の伸長に伴い、一時期増加傾向にあった。しかし、現在は減少し、年10人弱で推移している。東京地区において活躍している、ハーバードビジネススクール卒業生人数は250人、程度である。学位ドクターイトインビジネスアドミニストレーション、ディーバドクターオブフィロソフィー、PhD インビジネスアドミニストレーション、 ビジネスエコノミクス、オーガナズシャネルビヘイビア、ヘルスパラシーマネージメント。日本語学位名経営学博士、将来ビジネススクールで教弁を取る教授、研究者の養成を目的としたプログラム。会計学、アカウンティングマネージメント、マーケティング、マーケティング、ビジネス経済学、ビジネスエコノミクス、経営管理、マネージメント、組織行動、 オーガナズ・シャネル・ビヘイビア、戦略、ストラテジー、技術オペレーション管理、テクノロジーアパーシャン・アンジェメント、医療政策管理、ヘルスポリシー・マネージメントの8プログラムに、各十数名在籍している。各プログラムに1学年若干名が在籍している。最初の2年間は、専門分野を中心にコースワークと研究論文の提出が必須とされ、その後にから4年間が、 博士論文の執筆に費やされる。また、在学中に、ハーバード大学の学部生向けセミナーや、ハーバードエクステンションスクールの修士課程、及びビジネススクールでの MBA 課程の授業の一部で、教弁を取ることが必須とされている。ビジネススクールにおける他のプログラムと異なり、授業料は免除され、加えて、大学の教員、研究員として、 毎月の給料が支払われる。博士号取得後、大半の卒業生は、ハーバード大など欧米を中心に、世界各国のビジネススクールの助教授に就任する。著名な卒業生には、マイケル・ポーター、クレイトン・クリステンセン、日本人では、石倉陽子、藤本隆弘、国領次郎などがいる。2016年現在、日本人が1名在籍している。 プログラム名 AMP、アドバンストマネージメントプログラム、サーティフィケートプログラム。日本語名アドバンストマネージメントプログラム、学位なしの社会人教育プログラム。ハーバードビジネススクールには、学位取得できる MBA、d b a プログラムの他に、学位とは、無関係な短期の経営人材養成プログラムが多くある。アドバンストマネージメントプログラム。 アドバンスドマネジメントプログラムもそのうちの一つ。a m p は8週間にわたる経営人材養成プログラムで数多くのグローバル企業の CEO を輩出している。授業料は2ヶ月間で7万5千ドル、およそ750万円。大手グローバル企業からの社費派遣者が主な受講者で参加するには厳しい審査がある。 アドバンスドマネジメントプログラムは完全寄宿制であり、集中的にプログラムを受講可能である。プログラム名 PLD、プログラムフォーリーダーシップデベロップメント、サーティフィケートプログラム。日本語名リーダーシップ開発プログラム、学位なしの社会人教育プログラム。PLD は6週間で4つのモジュールにおいて、グローバルリーダーに必要な会計や、 金融の基礎知識から始まり、ビジネス戦略、マーケティング、オペレーション、組織改革する上でのリーダーシップ等を学ぶ。モジュール1と3は、オンラインで教育が行われ、グループワークによる課題と評価が課される。モジュール2と4は、完全寄宿制で、教授陣によるケースベースでの授業に加え、正解や経済界の著名人から、 プレゼンテーションスキルやビジネスの心得なども学ぶ。2013年からモジュールを終了後には、アルムナイ、卒業資格が授与され、ハーバードビジネススクールの卒業生ネットワークに加入される。その他、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンデー、メギル・リンチ、JP ・モルガン、ブラック・ストーン、カーライル、マッキンゼーカンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ、ベインカンパニー、 ニューヨーク証券取引所、GE、IBM、スターバックス、ステープルズ、リーバイス、アディダス、ゼロックス、ボーイング、タイムシ、ヤフーなどの経営者、設立者など多くの人材を輩出している、英語版参照。ベーカースカラー、ベーカースカラーとは、2年間を通じて、カテゴリー I が7割以上で、成績上位5%の生徒に与えられるタイトル。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。